観光庁では民間と共同いたしまして、走って気持ちいい、自転車は漕いで楽しい、そうしたコースを新たな観光資源として、活用すべく観光庁ランナーズインフォメーション研究所というものを昨年の11月に、発足させました。所長にはシドニーオリンピック金メダリストの高橋直子さんに、なっていただき、これまで14のコースを認定してきております。引き続き新たなコースを発掘して、新たな地域の観光資源として活用してまいりたいと思っております。では皇居はランニングコースとしてはどうでしょうか。そうですね、信号もなく、1周5キロということで、すごく練習するにはいい環境ですよね。週にどれぐらい走る。週に多い時で3回とか、少ない時でも週に1回は絶対来てますね。そういう時はこの近くのどこかに。そうですね、ランニングステーションがかなりたくさんあるので、僕は日比谷 の、 アウトスポーツを拠点にいつも練習してます、じゃあこれからの季節、寒いですけど、関係ないですか。寒くても走りますか、寒くても、レースは真冬でもありますんでね。これからの季節ですかね。これからの季節じゃないですか。夏よりは冬の方がやっぱり利用する機会多いですかね。皇居の一番コースでおすすめなとこは。おすすめはそうですね、半蔵門から桜の門までずっと下りが続くんですけど、そこの下ってる途中の景色が一番いいですね。特に夕暮れ時が一番ベストです。ありがとうございます。東京以外です と、自分は駒沢公園をよく走ります。駒沢はどんなコースですか。1周2140メートルなんですけれども、下に 100メートル単位でラインが引いてあって、ペースがつかみやすいのがすごく走りやすいですね。じゃあそこでよく練習をされる。そうですね、10周走ってハーフマラソンと同じ距離、20周走るとフルマラソンと同じ距離になるので、すごくいい練習になります。これから走ってみたい場所とかありますか。そうですね、昭和の森公園とか行ったことないので行ってみたいなと思います。観光庁ランナーズインフォメーション研究所では、新しい目線で歩いて楽しい、走って気持ちがいい、そして自転車に乗っていい道を発見することによって、日本全国に新しい観光地を作り出すことを目的に、昨年の11月からスタートをいたしました。そして1年で14コース認定をいたしました。ランニングコースは皇居のコースを第1号に9コース。例えば、そうですね、岐阜の金華山、伊豆大島、そして福岡の大濠公園に、本日付で千葉県の昭和の森を認定いたしました。
サークリングコースは1コース、ウォーキングコースは4コースを認定しています。そして本日はこの1、2周年を記念いたしまして、最も印象に残るコースを選出いたしました。そのコースはランニングの第1号にも選ばれましたここの、皇居のコースです。皇居のコースはもう本当に今日本の中で一番走っている人が多いコースと言っても過言ではないとは思います。流行の発信地でもあり憧れの地でもある場所です。ただこの皇居というのは今マナーが一問題視されています。左側通行をすること、集団では走らないこと、また抜かすときに一声をかけること、また皇居の場合は時計と反対回りをすることなど、ぜひルール、そしてマナーを守って走っていただきたいと思います。道というのはランナーのための道だけではなくて、歩いている人、観光をする人のための道でもあります。公共の場所をぜひ走らせてもらっているという気持ちを忘れないでいてほしいです。また走って楽しくて嬉しくて健康にということを目的に走られる方は非常に多いと思うんですけれども、走り終わった後に悲しく辛い思いを、する方も多く声を聞きます。ぜひマナーを守って楽しく、そして嬉しい気持ちで終われるようにしていただきたいなというふうに思うのです。またこの皇居のこのマナーの問題が全国のランニングコースの方に伝わり広まり、みんなが全国みんなが楽しい気持ちで終えることを期待しています。さあそしてこの東京というとどうしてもこの皇居ばかりに集中することが多いんですけれども、東京でももっともっと皆さんに知ってもらいたいコースがあります。例えば絹田公園や代々木公園、東京の近隣の県としては千葉県の富津公園や本日認定いたしました昭和の森などはとても走りやすくおすすめする場所です。おすすめしたい場所をこれからも随時紹介いたしますので、皆さんが旅行に来た際に走るコースに加えていただけると嬉しいなというふうに思います。また当研究所ではこの先も皆さんからのコースの募集を行います。皆さんの街の中でここはおすすめだ、ここは綺麗だよと思う道があれば、ぜひその特徴を名前にして皆さんの推薦文を添えて応募してください。日本全国に多くの観光地が増え、そして日本が世界で最も行きたい街になるように、また国になるようなことを目的にこれからも活動を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。
さんはじめまして。ナビゲーターを務めさせていただきますプラコでございます。今日は皆様に赤坂プラスのご利用方法をご説明させていただきたいと思います。まずスタジオの予約についてですが、インターネットを使ったご予約方法とお電話でのご予約と2通りございます。私のおすすめは電話でのご予約です。こんなことをやりたいけど料金はどれくらいとか、どういう機材があって何ができるのかとか、不安なことはすべて聞いて納得してから予約できます。ご予約後は一度打ち合わせを兼ねてスタジオの下見に来られるのも良いかと思います。なお赤坂プラスはユーストリーム以外のストリーミングや動画サービスでもご利用になれます。とにかくわからないことや知りたいことがあったらこちらまでご連絡くださいね。